全仏失格の加藤美依に支援の輪拡大、賞金額の寄付を募る活動を開始、彼女を助けてください。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。テニスの四大大会、全仏オープンの女子ダブルスで加藤美依、ザイマックスとアルディラス・ウチャリー、インドネシア組が失格となった問題で、 加藤の提訴が大会側に却下されたことを受けて、獲得するはずだった賞金額の寄付を募る活動が海外でスタートした。今回の騒動は、試合途中に加藤が相手コートへ向けて返した球がボールガールに直撃。審判は一旦警告を発しながら、対戦相手のマリエブズコバ、チェコとサラ・ソリベストルも、スペインが抗議した結果、裁定が変わって失格の厳罰処分が下された。 加藤は大会側に処分を不服として提訴したが、あいなく却下されたことを本人が SNS で明らかにした。そうした中で、加藤を支援する動きが世界で広がっている。処分撤回を求める署名運動が開始されたばかりだが、それに続いて今度は失格処分で没収となった賞金を世界中のファンから寄付で募る活動が始まった。海外の寄付活動サイト、5ファン目で米カリフォルニア州在住の M。 ローズ氏が今回の活動を主催、加藤支援の運動について、残念なことに、ボールはボールガールの胸に当たった。加藤は失格により、2回戦分の勝利で獲得した賞金の全額を失うことになる。彼女を助けてくださいと説明。さらに、彼女が厳しすぎる罰を受けたと思われる場合は、この物議を醸す決定にふさわしいと思われる金額を寄付してくださいと、全仏側の対応を批判しながら、 加藤へのサポートを呼びかけた。日本テニス協会は加藤の処分を受け入れる方針をあっさり示したが、世界では加藤を支援する動きが拡大し続けている。トースポウェブ。お金の問題ではないと思うので、大きなおせっかいにならなければいいし、お金をどうぞと渡しても受け取らず寄付などを望むでしょう。加藤選手の目的は恋でないことを認めてもらうことと、今後同じようなことが起きたときに、 フィアな判断をできる環境を構築してほしいことだと思います。彼女は金銭的に困ってるわけじゃないだろうし、一番の問題は被災者側が過ちを認めないこと。お金はすべて国際スポーツ裁判への提訴費用とした方が良いのでは。日本の協会は何の頼りにもならないし、彼女を支えようとする輪が様々なところから広がるのは良い機会だと思う。 日本にはあまり寄付の習慣が一般的ではないからか指示されてないようだ。単にお金に困ってるようだからという話でもないだろう。本人が受け取るか否かは別として何か支援したいと具体的に行動するのは素晴らしいと思う。この活動自体は加藤選手もありがたいと感じると思いますが、一番はまずお金の問題じゃないんですよね。お金よりもおそらくポイントとルールの整備が重要なはずで、 自身の行為を反省していることもさることながら、今後のために、ああいう行為に対しての規定や運用の明確化を、もっと考えなければならないと思います。加藤選手があの時、ボールガールにボールを当ててしまったこと、もちろん故意ではありませんが、本当にポイントや賞金の剥奪に値しますか冷静に考えれば、わかるはずです。それを大会ディレクターが、なぜか審判の警告の判断を変えて、 失格そしてポイントと賞金の没収に変えてしまった。今からでも良いですから、大会ディレクターは、あの判定を変えていただきたいと思います。加藤選手の賞金とポイントを得るための訴えを却下し、挙句の果てに罰金まで科すとは、欧米の国々はたびたびアジア人を見下すような発言行動をしますが、特にフランスは露骨だということを今回の事案で痛感させられました。しかし、 こういう理不尽を変えていくのは容易ではないと思いますが、日本人特有のことなかれ主義が問題の解決につながるとも決して思えません。やはりこういう活動でも感じますが、世界に向けては主張し続けることが大事なのではないでしょうか。日本テニス協会は加藤の処分を受け入れる方針をあっさり示したが、世界では加藤を支援する動きが拡大し続けている。日本テニス協会が情けないのは当たってるように思うけど、 加藤の支援というより、組織や審判に対する抗議の方が強いと思う。信じられない判断をした組織に対して、それが風化しないようにアピールしている意味合いが強いような気がする。こういう行動って、時間が経って忘れられないように上手に話題を作っていく上手な作戦かと思う。プロスポーツである以上、ファンを納得させるプレーを提供することは重要なこと。ファンあってのプロだし、行動は無視できないしょう。 本当にポイント、賞金の剥奪はひどすぎる処分だ。世界中で支援の輪が広がっていることはとても嬉しいし、全仏主催者側も今頃は大変な失敗をしてしまったと後悔していることだろう。メンツがあるので処分撤回はしないだろうが、せめてポイント、賞金の剥奪を撤回すればそこそこ評価されるとは思うのだが、ロット、ロット、二日前、非表示報告。 多くの人々が人種差別問題や大会側の決定、ルールについての問題に従っているが、本件の本質はそこではないと思う。ルール上、選手はボールパーソン、審判などに攻撃をしてはならないと明確に定められている。それに対して故意ではないにしろルール定触した行為に対して大会側が厳格なルール運用をするのは合理性がある。故意でなく攻撃した場合に、失格ではなく警告に止めろ。 というのはルール制定及び運用上、ほぼ不可能であろう。選手たちが今後このようなことを起こさないようにするためのプログラムを考えてほしい。